富がすべてじゃ。この世に金で買えないものなどありはせん。上下で絶大な権力を持つ越後屋の欲求はとどまることを知らず、人々の生活を苦しめ続けていた。覚えのない借金に法外な高利をつけられ嘆く町民。返さなければ金で集めた無宿者や浪人を使い非道を繰り返す。事実を知った大田家の重臣たちは越後屋をしらすの場に立たせるべくすぐさま証拠を探した。しかし狡猾な越後屋が己の手を汚そうはずもなかった。表では裁けない現実に合田松之進は影を死角に出すことを決意する。越後屋を忠せよ。Thank you.
Thank you.